ったらかなり差がつけられますので、まあ、細かいところは LINE で聞いてもらえればいいかなと思います。アフィリエイト広告についてご相談ですね。アフィリエイト広告の場所、あとアフィリエイター、あとアフィリエイト広告のディスプレイ広告との違い、バナー広告との違いというところなんですけども、まあ、この違いはですね、もちろん、僕のサイトの方に書いてあるので、また詳しく見ていただければいいんですけども、ここの違いを知るよりもですね、重要なのはですね、アフィリエイト広告に頼らないということですよね。というのはですね、やっぱり今リストマーケティングが一番僕おすすめやっぱりしてるんですよね。まあ、最初からずっとそうなんですけど、情報発信ですね。リストマーケティングというのは具体的にはメルマガだったり、まあ、公式 LINE、まあ、公式 LINE も規約が変わってきてどんどんやりづらくなってきているので、出せる回数とかも減ってきたりとか、あとブロック完退されたり、あと何よりもですね、LINE の方から赤バンされてしまうんですよね。アカウントをですね、凍結されてしまうってことが結構あるので、ちょっとしたキーワード、例えば稼ぐとか連続で入れていくとですね、すぐにバンされてしまう。まあ、そういう意味ではメルマガが一番いいと思うんですけど、メルマガ今も昔もです。